ライナー・クニツヤは、ドイツのボードゲームデザイナーである。ドイツ・バイエルン州、イラーティッセン出身。クニツヤ表記の場合もある。初めてゲームを作ったのは8歳の時である。シラキュース大学で、修士課程修了。ウルム大学で、数学博士号を取得。クニツヤは1997年に働いていた、銀行を退職し、本格的に、ボードゲームデザイナーとして、 活動を始めた。1993年からイングランドに住んでいる。これまでに600以上のゲームを制作しており、4度のドイツゲーム大賞、ドイツ年間ゲーム大賞、その他多数の国際賞を受賞している。ドイツ年間ゲーム大賞にはノミネートされるものの、長らく大賞を逃していたが、2008年にケルトで初の栄冠を手にした。 国津屋の作品で最も売れたゲームは JRR トールキンの小説を原作とする指輪物語であり17の言語版と100万部以上の売り上げがある。ダイスゲームピクアミノはおよそ100万部、ケルトは60万部以上の売り上げがある。インジーニアスは20以上の言語版が発売されている。セリを用いたゲームで高い評価を得ている。安田ひとしは ドイツゲームにセリゲームが多く見られるのは、国津ヤの影響だろうとし、特に、ラーをセリゲームの集大成であると評価している。ドイツ年間ゲーム対象ドイツ年間、キッズゲーム対象ドイツゲーム、対象オーストリアゲーム賞対象受賞作 AB、ライナーカニットジア、ライナー国津ヤ、2016年11月3日閲覧、エイリーク・アーネースントップ、ベストオークションゲームズ、 2016年11月3日閲覧。安田とし、ゲームを切る、新機元者。2006年5月11日。82から84ページ。ISBN4 から775304569。ありがとうございます。